トップの人間などいない。さあ商売の話だ。この岩の上に私の教会を建てよう。ビブラニウムで。そいつはな、手に入れるのにえらい苦労したんだぞ。何十億って価値だ。振り込んでやった。お前のダミー会社にな。金融とはおかしなものだ。味方も敵もリッチにする。その後どっちが本当の味方になるか見極める。スタークか。何？トニー・スタークが昔そう言ってた。お前、奴の製品か。なんだと？私は違う。私は違う。私がスタークの操り人形に見えるか。よく見てみろ。アイアンマンに似ているか。スタークは何だ。悪かった。すまん。ああ、大したことないだろ。すまない。しかし納得がいかんな。私をスタークなんかと一緒にするな。スタークだろ。その名前を聞くとイライラする。悲しいな、息子よ。パパのハートは割れそうだ。割ってやろうか。何も割る必要はない。それじゃあオムレツはできないぞ。言おうと思ったら先越された。はいはい、面白いよ、スタークさん。ここ懐かしい？昔思い出すか。僕は武器商人じゃない。手を引くなら今のうちだぞ。よく言うわ。辛い過去は知ってる。ああキャプテンアメリカ、正義の権化みたいな顔をして、戦争がなければ生きていけないくせにヘドが出そうだ。まあ実際には出せないが。平和を守りたいなら我々に任せろ。お前の言う平和とは静けさのことか。ビブラニウムを何に使う。よくぞ聞いてくれましたなどと言って、とうとうと作戦を披露すると思うか。撃て、どいつを。全員だ。行け行け行け。